吉馬聖堂の白い石の階段に腰当てて、君は日だまりの中へ盗んだレモン細い手でかざす。それをしばらく見つめた後で、きれいねと言った後で恥じる。首の隙間から青い空に鳴り合う色の風が舞う。食べかけのレモン、いじり橋から通る快速電車の赤い色がそれとすれ違う。快速電車乗れ